の世界でしか生きられない人々がいる。これはパチンコ界においてブルオカ君と呼ばれた伝説のギャンブラーの物語である。スマパチのユニコーン取れたんで1枚目いきます。どうも先バレ、先バレ入れていい？叫びフラッシュ入れといていい？とりあえず御年37歳でね、何の因果か分かりませんけど、この誕生日に初めて来店もらったピロピロ店長のお店で来店またさせてもらってる。これピロピロ店長ね、でかへそバージョン。いやまだねちょっと打感的によう分からんけど、余計な変動ないの嬉しい。ピーキはまだちょっと余計な変動あるけど、ピーキの方は全然余計な変動ないから楽しい。40人ですね。はい、バーさんは何人並びました？500。すいません。すいません。この差ですよ。すいません。ね、40並びますわ。40並びますわ。金曜日10人ぐらいしか並ばんのに40並びますわ。さすがですね村岡さん。和田さん500人並びましたけど和田さん500人並びましたけど、どこに置くんですめっちゃいろいろしてくれるやん。あ、プレゼント持ってくるかなと思っていろいろ。じゃあオーバーキルやめてください。誰も持ってこんやったら、はい、何ですか今度は。はい、はい、あ、ありがとう。うわ嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかねすごいいろいろありがとうございます。本当にね、あ、本当だ、今日誕生日のすごい仕様だ。すごいありがとうございます。一番祝ってくれてるじゃん。37なんですよ。 37? まあでも全然大丈夫。まあまあまあ1歳ぐらいもう誤差です。1万円は290、今290です。で、あ、来た、久々に来た。頑張ってください。はい、絶対当たったやん、絶対当たったやん。ちょうどなんでこういうのくれるときに来んの。じゃパン食べようかな。あ、激アツ予告来たわ。ちょっとありがとう。さすがに当たったやろこれ。ユニコーン可能性ロケモノ。なんもない、スーパー。さすがに当たったわこれ。早めに現金投資やめたい。こんなん絶対当たったやんね。出来やつ。店長ボタン押してくれた、よかった、うん、いやスマパチの方はおもれえわ。打感が全然違う、前のユニコーンと。普通のピーキは打感が完全にユニコーン1だったけど、こっちは全然打感が違うから差別化できてていい。あとはラッシュだけよ。絶対当たった。あとはラッシュを取るだけ。
めっちゃ続いてる。落とす。ナイス。何回転？375回転。14,000円。いや、速落ちかどうかっていうか、まず 50% のラッシュ取るのが大事だもんな、これ。頼む、入ってくれ。これ、セグどこ？頼む。お、ゴー赤字。ゴー赤字、デフォルト。言い訳して、言い訳して。言い訳して、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 もう、これがきついんだよ。なんでこれもうこっち。早っ。ちょっと待って、今日、ボロクソされそう。もう今、もうすでに、嫌な予感する。え、今何時？今、11時半でしょ？11時半の時点で、もうすぐ2万円がなくなる。これやべえ。じゃ早マジで金溶けるの。おおおお、びっくりした。突然レバブルするやん。シュッポーン入るで、これで、ね、レバブルもある。レバブルもした。いやー来た。あー、これ何がカチカチ言ってんだ。ちょっと覚醒、このリーチしか行かねえんだけど、これ当たるとき赤レバブルできれば各辺であってくれ、頼む。もうこれ以上現金使いたくない。まあこれ以上現金使いたくないよなあ。北斗神拳に2対1の戦いはない。ええ赤レバブル外すの、これ赤レバブルよ。ねえ、この台バランス終わってねえか。はあ、嘘だろこれ。バカみてえな台じゃねえかこれ。赤レバブルだよ。ちょっと泣きたくなってきた。ああ、復活ね、復活。やばいってこれ、本当に壊れてるやん。隣朝市4万発でもうホクホク顔で帰れるやんか。これ出たいらしいんで、はい、あ、すごい、 ありがとうございます。ね、すごいしょうもない。俺が出てる時にしてくんねえかな。マジ空気読めねえな、あの店長。まあどういうことですか。もう全然回んないんですけど、ちょっと全然回ってないです。お隣に壊れちゃいました。いや、そうなんですよ。いい匂いしますね。いい匂いする。やっぱアイドル店員だな、やっぱこれが。あ、じゃあありがとうございました。見て、一撃6万発出す。やば。先バレ来てくれ。あ、来た。ユニコーンアタック？先バレして。前作アタガクじゃない？これ。ねえ。コロッケうまい。アタガクな気がしないけど。え、外した？当たるやんけ。当たるやんけ。前外してた。ちょうど。ちょ、プッチョンしてくれよ。頼む。え、もう本当に打ちたくない、この台。ね、この台本当に打ちたくない、もう。いや、まずはお昼なのに5枚目入る。トボついてるじゃん。お、来た。
久々に来た。久々に。もう何も期待してねえから保留貯めていい。何にも期待してないからこれもう保留貯めていい。すぐ貯まるし。ユニコーン。保留、え、これちょっと待って、え、これ保留残るっけ。これ急いで入れたら保留って残るかね。あのへその保留残るかね。やべえ、ユニコーン 2個目もなっちゃった。やっちまった、またやっちまったよ。まあユニコーンって一瞬俺赤バレしたかと思ったら、あ、赤バレじゃない、あの赤ブルしたかと思ったら先バレ2回した。え、これ急いでね、急いで右打ちしたら保留は残る。へその保留残ったっけ。しかも可能性の獣でしょこれ。可能性の獣だから結構当たる可能性あるんだよね。あー、ダメだこれ、うん、これはダメだね。これはちょっと厳しい。可能性の獣行っただけだわ。 V ランプもついてない。え、これで覚醒いくん、ね、激アツ当たってんじゃんこれ。え、これこれで、ちょっと待って、もう俺が今やらないけんのは急いで右打ちしてへそ、へそやれ、残保留消化する前に激アツ出てる激熱してる。激アツは当たるやつ。これ外したら帰るよ。これ外したらもう帰るからね。おお、エイジさん、おお、お疲れっす。ちょっと待ってね、そろそろ当たってほしいよ俺。バンクシー、はい、さすがにこういうのは終わらんだね。ね、相変わらず面白い展開持ってくるね。エイジさん来た。いやさすがに外さんやろ。2456どう、ダメ、セグパターン使い回さないよね。さすがに大丈夫だよねこれ。いける、そう、もう3回目だよ。嘘だ、え、嘘だこれ、え、きつないこれ。え、何個目だったっけ、これだっけ、これかな、これ。嘘だ、まあ、次がある。今回も1ついてないとダメなんだ。マジかよ、シナンジュ出るんだ。4678かけます。え、これ当たる、ああ、こんな棒立ちのバトルあるか。ワンチャンある、初めて見たこのリーチ。このリーチマジ初めて今日。赤、赤来い、赤来い、シャーン、うわー紫かよ。ねえや、なあ、いやなあ、ごとつは振り分け偏るからね。お、ユニコーン、これもう紫無理だろ。そうなることが大事。このユニコーンアタック発展です。お前、ああいうティップス、ティップス来たらこれユニコーンチャンスからのユニコーンアタックいくやない。今見た、ユニコーンチャンス、このあとユニコーンアタック発展で赤文字。ちゅうことはこれユニコーンアタックいくんじゃないねえ。ないやんけユニコーンアタックが。なあ、ユニコーンアタックねえやんけ。ユニコーンアタックがなかったわ
スタートラインに立ててなかった。まあ、空への帰還。色変わる。あ、でも赤い。テロップ赤。あ、デフォルトこれ。やっぱデフォルトかこれ。ちょめめ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 つって。いや、こういうなんかこの効果音とともに出てくる何かはチャンスアップであれ。なあ。これはね、チャンスアップであってほしい。ただのデフォルトやん。帰れ。わ、ちょっともう何しよるんこの台マジで。この台マジで何しよるん。復活しろ。あ、復活するやん。復活した。あ、格変でしょこれ。格変だよね。だよね。うん。伸びろよ。一発でラッキートリガー入れたい。あ、やべえ、カスタムしたまんま入れ。やべえ。あ、ちょ、早く言ってよ。早く言ってよ。ちょ、待って、やめろ。テンパイすんな。うわぁ、嘘だろお前。カスタム、叫びカスタム踏まずに終わったやんこれ。もう決める気がないこの人。うわー、もうダメでしょ。ピューピューピューって。もう転落100分の1だからね。パオン。泣きたくなるような。まあ、あかん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 わ、あかんわこれ。6枚目入ります。もう最悪だ。ちょ、負けてる時の店長の煽りうぜえな。もう次ね、めちゃくちゃ煽ってくるやつ。今ちょうど5万6000です。はい、はい、どうぞ。マルハン店長の手品。はい、あ、おるわ。キャバクラでこんなんやる。おっさんいますよ。キャバクラでこういう手品やるおっさんおるわ。毎回やってます。よかったです。はい、6万円ぐらいの価値ありましたね。あ、全然マイルドな感じで行くんかなと思ったけど、そんなことで濃厚ある。濃厚ある。これはあるやつやない。あるやつやない。先バレバンシー濃厚は、ちょっと嬉しい。ちょ、 V ランプついてるかも。V ランプついてる。 V ランプついてる。V ランプついてたわ。あ、保留4つ食べたらもったいないね。まあいいや、もう今更誤差だわ。保留4つ食べなければよかったわ。V ランプついてた。いや、通常あるよね、やっぱ。あたす。よし、5回目の当たり。まあやっぱ早いわ、変動が。金が溶けるスピードも早いけど、初当たりももう5回引いてるからね。これで5回目の当たり。さあ、そろそろ単発以外をやりたい。いや、わかんないよまだ。ちょ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 ーな、やっぱ位置ついてないとダメやん。うん、次回無限だよ。お前もう5回連続単発。
これ何回弾くの前通常の方。なんかアッキーさん、アッキーさんっていう方、これね、このシール、かわいいシール、いや実際同じぐらいかわいいですね。かわいいですね。彼氏はいるんですか？いないです。おいくつですか？内緒です。じゃあ20歳だそうです。え、大学とか行かれてるんです？大学は行ってない。もうすぐ近くのとか。あ、そういうわけじゃないんですね。あ、じゃああれですね、もう社内恋愛できますね。社内恋愛できますね。可能性はある。10枚目、今745回転10枚目です。うーわー、残念。ああいうしかないのが彼らの立場。そんな負けるね。すごい台出たね、本当に。ただ、まあ、隣でね6万発出てるからさ、その数だけの台ではないっていうのは分かるよ。でも壊れとったね、あれね、完全壊れとったね。途中ちょっと自分怖くなっとったやろ、うん、ね、何の因果か分からんけどさ、気づけば999ハマり、確率の3倍近くハマってるよ。え、銀河鉄道39発車しちゃったわ。あ、すいませんが限界突破の11枚目。お前これ1枚稼ぐのにさ、あ、お前どれだけの労力かかるんやって話やんな。くんにゃー、このうわ、久々来た。あ、覚醒か、ワンチャンある、これワンチャンあるか。ユニコーンもエヴァも確変取ったのにマイナス65ゲ。うわ、きっつ。セリフと矛盾してるんで当確。あ、本当にやっと当たった。1276回転、ようやく当たった。ギャンダム、もう今ね何の感情も湧かない。だって11枚目、11枚もう溶けてんだもん。2機のガンダムが揃って立てつく。赤保留最低限。結末は変わらない。金、赤、赤、ああ、これ感謝の右打ちできる、これ感謝の右打ちできる、ついにこれ感謝の右打ちできるか。大丈夫、それでも今日これでしか当たってなくない。このリーチとユニコーンアタック1回、2万5000発出てくれたら嬉しいんだけどな。切れそう。台壊れてない？これ。え、何が起きたらこうなるん？ねえ。何が起きたらさ、こんなことになるん？ねえ。単発の1286ハマり。で、何が起きたん？これ、台に。ねえ。37歳って、あれ？もしかして厄年、前厄？あ、お前あの店長どこ行ったお前。なんか鬱陶しいぐらいお前配信邪魔しに来てさ、くだらねえ手品を披露してよ。あ、俺なんかハマり散らかしてお前10万投資超えたあたりから全く来なくなったじゃん。お前どこ行ったん。12枚目です。助けて、やだ、死にたくないよ、死にたくないよ、死にたくないよ。お前これ3度1万円札入れすぎてパンク戦か。
これ当たった？いやもう当たってないでしょどうせ。保留4つ貯めとくわ。保留4つ貯めとくわ。とりあえずどうせないやろ。うわ当たった、やっと当たった、やっと当たったわ、やっと当たったわ。もう全然嬉しくないけど、やっぱパチンコ当たってこんなに嬉しくないことってあるね。でも当たらんと思ったわ。あ見てよ、だってもうそらもうこんなん当たらんと思うやん。もう1446よ、バカみてえにハマっとるやん。あアホかよマジで。しかも全部単発やけど、全部単発よ、5回よ、5回全部単発よ、やばない。ちょっといや見たくない、見たくない、あれ見たくない。だろマジで、グニャー。お前 6回当たってお前5回単発、お前こんなことある？え？こんなこんなことある？ねえ、あ久々でもない、早い。もう絶対無理やん、もう絶対無理やん。ねえ、こうしろ、勝敗は決した。ね、えもう絶対無理やん。おいこれマリーダさんこんな強いん？すごい。もう最後にちょっと結果だけ、1回も300発で1500取れなかった。やばいだろこの台、本当に二度と打たない。いやマジでガチの二度打たリストだわこれ。誰だったっけ、え、何万発？9万3000発。俺が12万入れとう間に9万3000発。えぐいことしとるね。ラッキートリガー入るまで終われまてんで、霊は終わるわ。